久保さん。まずちょっと新しいものを買いまして。こちら 12TB。1 2ラバはもう、プロフェッショナルハードディスク G。これ、お値段、5万円です <laughs>。高えな。高いっすね <laughs>。外付けハードディスクね、1万とか2万しか買ったことないんですけど。 5万はないですね。5万これ5000円ぐらいだったんですけど。まあなんでかっていうと、まあ今回ね、新しく、まあ、MacBook70 万のこの新調して、それのバックアップ、あの <laughs> バックアップのハードディスクをね、あのー、必要でこれにしました。バックアップなのに5万みたいなね。うん。まあデータ大事ですからね。 あのー、僕がちょっと思ったのが、まあ、久保さんがね久保さんが40からじゃないですかネットビジネス始めて、まあ、それに比べると、まあ、僕はちょっとラッキーでしたよね久保さん、うん、久保さん40で借金まみれスタートでしょで僕は、まあ、ちょっと今波乗ってる感じなんでちょっとずつ、まあ、ちょっとずつというか、まあ、だいぶちょっと楽になってきて、まあ、これからなんかうん まあよね久保さんは何も知らない状態からでしたからねまあそう考えるとまあほんとラッキーですね僕はうんいやでももっとね見るとね僕の塾生さんとか20代で10にやってるんで、まあ、20代で10かみたいなね僕40になって20代じゃないかいやいいな羨ましいなと思うんですけど何だろうな年齢を重ねてもうん 収入も変わってない生活の変化もない買うものにも変化がないってこれねちょっと寂しいんじゃないかなってちょっと思いまして僕もふと我に返ったわけですよなんかねあのあさってぐらいに僕車納車されますけどうん,んかかんか昔ね僕が外車に乗るなんてねイメージもしてなかったっすよ 会社に乗ってるイメージなんかね全くイメージしてなかったですけど、うん、でもなんか年取って、まあ、いろんなこと勉強して、まあ、お金も稼げるようになって、まあね、このハードディスクもう5万円のハードディスクなんか僕人生で初めてなんですけど5万5でいややっぱためられましたよだバックアップのハードディスクに5万かみたいなどうしようかなみたいな。<laughs> まあ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 いいやつって、ね、買いましたけどまあねあのバッファローとかねそのまあ,有名あの1万とか2万で売ってんじゃないですかば、あのね大体まあ1 2テラになると十これ二あ外付けハードディスクのその1 2テラで探すとまあまあまあんまないんですよね物ものも <laughs> そう、うん、まあしょうがない、うん、まあでも買えるようになってよかったなと思いましたね うんとあの年齢も年齢重ねて買うものも変わらないうんなんだ考え方も変わってない収入も変わってないこれって結構寂しいことなのかなと思うんですねだ年齢年まあ、会社でもそうじゃないですかなんか年齢が上がって部長とかとこう上がっていく一応上がっていく人は上がっていくと思うんですけどこれ上がっていかない人って悲惨じゃないですかなんか50になっても下っ端みたいな 50になってましたっぽみたいなね。でも50ぐらいになってると役職ついてるじゃないですか、大体は。でもそれってちゃんとや,ちゃんとやったというか、まあ、その会社によってか変わるとは思いますからね。うん。だから年齢に応じた変化っていう感じでいく年齢に応じた変化をしていないと寂しいよね、と。<laughs> うん。ちょっとメモっていいですか。年齢、年齢に、 をじた変化していないと寂しい,いや本当寂しいと思いますよこれはうん、まあ、僕はラッキーでしたね、まあ、これからもちょっと変化し続けたいと思いますねだから僕本当にだから死ぬ前に乗ってたい車って考えた時にやっぱ34だったんで まあ Z まだ来てないですけどねでも Z ずっと死ぬまで乗るかって考えるともう多分そうじゃないですよやっぱ手放したからこそ分かるこの感じ手放した頃こ手放しいや手放して今回良かったですね手放したからこそう深く考えたわけですよこう死ぬ前に乗ってたい車ってやっぱ何なんだろうっていう、まあ、寂しかったし手放して気づくことですよねでも手放したことによってもっとスペックが高い34があるので まあそれ頑張ろうと思えたしだからまあそれ5,000万か6,000万ぐらいするんでちょっと頑張んないといけないですけどでもフェラーリとか何かその何億の車買うんだったら僕はそっち買うんで死ぬ前に <laughs> 乗りたい車あ逆に言うと死ぬ,死ぬ前までに乗りたい車がこうあってよかったなと思いますしねそのために頑張れるしうんはいいってらっしゃい